アルフレート・クラールは、オーストリアの共産主義者、歴史家、ジャーナリスト。彼はオーストリア連邦国において、マルクス主義理論家として、オーストリア共産党と、オーストリア国民を導いた。1904年9月16日、ウィーンにて生まれる。彼の父は、イスラライティッシュ・カルチュス・ジェメインド・ウィーンにて、ハッザーンとして活動していた。ウィーン大学に入学後、クラールは、 オーストリア共産党系の共産青年同盟に入会し、1930年からはオーストリア共産青年同盟の代表者としてモスクワに住むようになった。1935年から37年にかけて彼は国際霊人学校オーストリア校にて教鞭を取り、1937年にはプラハへ移り、共産党機関士ベイクウント・ジールの記者として活動した。 ドイツによって、オーストリア併合やチェコスロバキア解体が進められた1938年頃より、クラールはハンナティスを掲げ、オーストリアレジスタンスの一員として、活発に動いた。結果として、1942年に彼は、アウシュビッツ収容所へと収監されることとなったが、そこでも彼はサハによる連合に参加し、引き続き抵抗運動を続けた。 1944年6月15日、彼は、ポーランド労働者等のメンバー一人と共に何とか、脱獄に成功したが、その後アルシャワに駐留していた SS 隊員によって射殺された。1937年3月から4月にかけて、クラールは、ツアナションレーランフロがインオーストライヒと題した記事を連載した。その中で彼はいかにして、オーストリアがドイツの一部分から脱して、 異なる政治路線を歩むことができたのかということについて以下のように綴っている。オーストリアの人民がドイツ国民の一部などという考えは理論上一切事実無根なものである。オーストリアの人民までもを含めた統一的ドイツ民族国家というものはこれまでも存在しなかったし今日においてもまた存在しない。オーストリア人は他の 帝国のドイツ人とは異なる政治的、経済的生活条件の下で生きてきたのであり、それゆえにドイツとは異なる国民的な発展をたどってきたのである。この国民的発展がいかほどのものか、一般的な血統や言語のつながりがどれほど近いものなのか、その歴史の具体的な調査のみが答えとなり得るだろう。アルフレード・クラール。 プラハへ亡命中の共産主義指導者から1936年に受けたドイツから分離した独立的オーストリアの存在に対する理論的思想が存在するのかという問いに対してこの論はかつて存在したドルフスラによる強権的ファシズムとオーストリアナチ党との対立の理解を可能にし強権的ファシズムとハンネルマン主義ナチズムはそれぞれ マルクスの社会階級論になぞらえて表現された。また、アウシュビッツに習慣されていた、オーストリア人、ドイツ人共産主義者による議論を記録した、アウシュビッツテクストも残されている。ウィーンに存在する、ユダヤ系の宗教団体。詳細は、英語版記事、EN、イスラライティッシュカルチュス・ジェメインド・ウィーンを参照。実際の記事には、当時使用していたペンネームである、 ルドルフと記載されている。村松1994ピアニッシモ29アルフレッドクラル。アルフレッドクラル・ゲゼル・シャフト2020年4月3日閲覧。ルーシー・オポル・ダブリュー・アウシツ・バーカナウ。ポルスキュ・ラジオ2020年4月3日閲覧。村松1994ピアニッシモ30ありがとうございます。